すいません。 骨張った肩で男だと気づいた。 顔を見てクラスメイトだと気づいた。 見てねえよ。見てただろ今。いや見てたよね。今すっげえ見てたよ。てかホモじゃん。ホモだよ。いや絶対ホモでしょ。いやお前の方が多っぽいから。それはないよ。一緒のホモだ。数学1で学んだ制限予言性説を一般学について定義しよう。ねここ。 座標表面上で原点を中心とする半径Rの円を描く。ちゃんとメモしてよ。で、ノートに写すんだよ。これ誰か。お前髪の毛切れって言っただろ。え？明日までに切ってこい。丸坊主にするぞ。するわけねえだろ。<笑>え？百瀬、お前何考えてんだ。 いや、いやらしいことばかり考えてんじゃないよお前は。違いますよ。ドスケベが。あ、昨日夢見たんだよね。夢？女子と体育やってんの。女子と体育？やばくねえ。やばくねえなそれは。俺やっぱ断然太もも。はあ？ 普通船だろ。D 女性も。はあ、お前知らねえの。女子はさ、C が一番多いんだぜ。マジかよ、それ。なあ、ヤシロ、お前どこなんだよ。わかんねえ。やっぱ実際に会ってみねえ。うわー、モテるやつ、ちげえよな。可愛い子選べるし。とか言ってさ、ヤシロさ、本当は結構マニアックなとこ好きなんだよ。わけねえだろ。普通だ。好きそう。おめえや。普通だ。俺顔で選ばない。可愛い子。 性同一性障害。生物学的性別と性の自己意識とは一致しないこと。
さいよ、もう邪魔くさ。うわ、汗くさ。うるせえな。何立ってんだけど、キモー。うるせえ、死ね。誰が死ぬか、変態。黙れ、デカパイ。ちょっといい加減にしなさいよ。ちょっとご飯は今日カボチャのシチューなのよ。ちょっと、もうお母さん、あいつここで寝るの禁止な。いい加減にしなさいよ、あんたたち。もうちょっと中だよ。すみません、暇ですか？あの、よかったらお茶しませんか？僕おごりますんで。って言われたらどうすんの、ヤシロ。人違いじゃん。ついていくの？いや、これはあの、罰ゲームで。罰ゲーム？先週も？え、誰と？本当に？だよ、お前だとなんでこんなとこにいんだよ。何が目的だよ。目的、金ならねえかな。付き合ってください。は？何お前、ホモなの？いや、違うけど。じゃあ、付き合うってどういう？普通に。何言ってんの？なんで？なんでって、可愛いから。可愛いわけあるか？可愛い。それに俺はホモじゃない。そうなの？そうだよ。ごめん。は？てか、もういいや。お前、頭おかしいんじゃないの？そうかな。なあ、それよりさ、他の服とかあるぞ。あるなら見せてよ。離せよ。おはよう。おはよう。場所か、うん、似合うと思うけど。1全知識で始まる On the southern outskirts of the shift。 2不定詞分詞動詞で始まる To become a nurse looking at the people。 3接続詞や関係詞で始まる。After the friends have gone forth that gave people new ideas. 4. 接続して最初に使われた点を見て、 5. 接続して No one
合コンのやつ。マジで。うん。やった。やったな。3人ってことだって左の翔子ちゃんも来るってことでしょ。あ、いや俺は翔子ちゃん。いや俺。おかしいだろ。まあいいや、カラオケでいいってことになってるから、あと時間だな。そうだな。何時がいいかな。3時4時とかじゃない？そうだな。3時4時からにして2、3時間歌って。あ、聞いてんの、やしろ。え、コンドの合コン、お菓子じゃなくて西高でもいい？はい。あ、お菓子はテスト前らしくて無理だってさ。 3人って言っちゃったから怖いよ。西高だって可愛い子多くない？いや俺お風のほう、まあお風は、お嬢子だしいいけどさ、やしろ。うわ、ビビった。次移動教室だよな、早く行こうぜ。うん、うん、え、何やろ、行く。じゃあ、ちょっとやしろ。 可愛いね。
ヤシロ。何？話が。あんだけど帰り屋上で待ってっから。どうすんだよ。ヤシロじゃん。宿題見せて。頼むよ。宿題だよ。早く、時間ねえんだよ。ネオンパンおごっから。そう、限定のやつ。してんだよな、ヤシロ。お前のしてっことバラされてんのか。なんで、お母さん。着ろよ、これ。命令だかんな。まだ？ほらな、やっぱ似合ってんじゃん。おかしいだろ、お前変態なの？何？キスしていい？嫌だよ。話せよ。話せって。強気でいられる立場じゃねえんだからな。お前。それ脅しだろ。ほんと最悪だな、お前。最悪か。じゃあ、どうしたらいい？どうって。どうしたら？ああ、おい。ああ、間に合った。
これやるよ。いらねえ。え？何待ち伏せしてんだよ。ヤシロ、あのこれいらねえ。な、合わん。なんでだよ。なんでって。え？は？付き合うんじゃねえの？俺たち。何言ってんだお前。いや、だってキスしたじゃん。あれお前が勝手にしたんだろ。どうしたんだよ。こないだも言ったけど俺はホモじゃない。そんなの関係ねえよ。そうしてる俺が好きだったらお前だってホモじゃない。ホモじゃん。ちょっと待ってって。お前好きなんだろ女の服。これ見ろって。絶対気に入るはずだから。いらねえって。お前ちょっと待ってろよ。待てろよ。逃げんだよ。これ拾って。やめたから。そうそう。は？なんだよそれ。最初から別に意味なかったし。だからもう金輪際一切つきまとわないでください。じゃあ。ちょっと待てって。言わないよ。俺誰にも言わないからさ。だからやめんなって。ただの暇つぶしだったんだよ。男が引っかかって面白いから。けどもう、あっ。なら変わんねえよな。もう一回くらい。もう一回だけ着てくれよこの服。何言ってんの。ヤシロ、ただ俺は ないだろう。なんだよ。かわいい。お前声でけえよバカ。なんなんだよ。おかしいよやっぱ。男が引っかかるとか嘘だから。大して似合ってねえの分かってんだよ。だからね。あれ？敬語？やだ何してんの？てかえ？これ私の服？あんた勝手に。おい。え？何？やだキモ。バカ言ってんなブス。てめえの100億倍可愛いわ。行こう。ブスじゃねえし。
っぱりいるんじゃん。え？彼女。彼女。さっきの。あれ、姉ちゃんだし。気持ち悪いこと言うなよな。そっか、全然似てねえな。だろ。そっか、姉ちゃんか。すげえだろ。すげえ。今日気づいたこと、どうやらヤシロは女の服を着ていると俺に抵抗できない。おいヤシロ、してんだよ。なんか今回乗り気になんねえんだよ。おはよう、ヤシロ。なんで、なんでこの間渋谷で。ママ、これ。ほら、この間貸すって言ってたやつ。ありがとう。え、なんだよ渋谷。林田。じゃあ、ルーカーの新曲です。来たよ、これはもう、ね、俺ずっと待ってたの、これ。何してんねん、あんまり。すごいな、今回さ、世界観がさ、やっぱりもう結構。でね、これね、結構今回シングル入ってんだけど、まあ、世界観が違うの。でも、結構俺聞いたんだけど、結構今までのグリーバーの中では、結構なんていうの、こう、お前聞いてんの。うん、聞いてるけど。大丈夫、うん、ヤシロ、さっきちゃんと話せなかったから待てって。この間なんで逃げた。俺あの後めっちゃ探したんだけど。なことされたら誰だって逃げんだろ。じゃあどうしたらいい。どう、分かんないんだよ、こういうの初めてだから。初めて誰かと付き合ったりしたことねえし。別に付き合ってねえよ。いや、お前と。だからじゃあどうしたらその八代が俺のこと好きになってくれるのかなとか。それは好奇心と恋愛感情間違えてるだけだって。だってお前男が初めてとか、お前付き合ってどういうことか分かってんの。
バカにすんなよな。だって、ヤシロに触りたいとかって思うのは、そういうことだろ。そんな、触りたいとか言うの。やべ。立った。え？ちょっと、トイレ行ってきていい？トイレ行ってくるから、ちょっと待って。いや。だって、今日のヤシロいつもとなんか違う。女の格好してないのに、やたら可愛いし。部屋すげえ綺麗。あ、荷物適当にその辺に置いて。ああ。あんまり見んなよ。ごめん。あ、そういや、お前いつもあれ何聞いてんの？この間誰かから CD 借りてたんだろ。ああ聞く？今ちょうど持ってるし。あ、何言ってるの？お前が家に来いって言ったんだろ。いや、そうだけど、だからって。どうしたらいい？どうって。ヤシロの言う通りにしたらいいんだろ。俺、こういうの分かんねえし。とりあえず脱いだらいい。見せろって言ったのはそういうことだよな。いや、やめろよ。なんで？日が変わったんだよ。見せなくていい。なんだよそれ。さっきから言ってることめちゃくちゃだよお前。しょうがねえだろ。お前が。は？俺が？なんで人のせいにしてんだよ。人のことなめんのもいい加減にしろよ。いや。なん、話せよ。なっ、やめろ、どんき、離せよ、やめろ、やめろ、離せ、やだ、やめろ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 、
だ、綾瀬、もうね、やだ、もうね、やめて、怖いから、怖い、怖い、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、俺が悪かったです、ごめんなさい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 、でかくて暗いやつくらいの印象しかなかった。これを微分するとクラスにいるときは大概一人で何か音漏れのうるさい音楽を聴いてるか寝てる。興味も何もなかったし変わる予定もなかった。本当はもうずっと前から囚われていた。男に組み敷かれてあえぐ、あっち側に
くなる曲はさ、あれもすっごめん、まだ聴いてない。あ、そうな。じゃあ聴いたらまた俺に教えろよ。分かった。うん、絶対お前の続けたから。じゃん。お前だろ。試しに聞いたけど全然分かんなかった。ヤシロ、ごめん。いいから黙っとけよ。無言でついてくんなよ、怖えから。そういう顔すんなよ。ごめん。もう謝んねん。それにあれは俺も悪かったし、もういいよ。違うんだ、あんな風にしたかったわけじゃなくて、本当はもっとヤシロと普通にあれだ、あの服とか着て一緒に出かけたり。それは無理。服は全部捨てた。なんで？言ったろ、もうやめるって。でももともと似合ってなかったし、これからもっと似合わなくなる。そんな、お前に見つかってちょうどよかったわ、マジで。嫌だ、嫌だよ。そんな好きなもんを好きなんだったら捨てることねえだろ。つうか似合ってるし、普通に。お前の姉ちゃんだって引いてたじゃん。お前だけだよそんな思ってんの。だって好きだから。いや、だから俺が好きだから、俺のために来てよ。バカ言ってんじゃねえよ。なんで俺がお前の、なんだよお前マジで。買いに行こう。捨てたんなら新しいやつを。行こう。ちょっと。
きなお店とかあんの？え？いつもどんなお店行ってる？いつもは通販とかで買ってる。なんで？気のせいで。ほっとけ。あれとかもよくない？かわいい。どれ？あのヒラヒラしたやつ。ああいうの好きなんだ。はい、じゃあ好きっちゃうか。ああいうシフォンの生地は着ると体のラインをカバーしてくれて華奢に見えるし、色とデザインのバランスも綺麗。でも襟ぐりが広いや。好きなんだろ。いいじゃん、似合いそう。俺値段見てくるよ。よし。なんで？だって気に入ったんだろ。捨ててない。え？一枚も捨てらんなかった。なんだ、よかった。ねえよ。え？お前のせいだよ、畜生。俺？そうだよ、お前の。お前が。俺が？もう帰る。なあ、服は？いらねえ。切り直す。え？お前が言ったんだろ。
こ行く？あ、どこっていうか待ってねえの？いや、なんていうか別の好きにはよどみがない、あの時俺が本当に恐れたもの。ヤシロ、モモセ、言って。可愛いって言って。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。もっと可愛い。この深みに落ちるのは俺の方だ。好きだ、モモさん。と懇願する日がきっと来る。そうだから今日行こうぜ、帰り。あ、行こう行こう。うん、いや、なんてね、